フォレスト出版チャンネルのパーソナリティを務める土屋義輝です。本日もですね、昨日に続いて SB クリエイティブ編集部の小倉みどりさんをゲストにお迎えして、編集部の森江さんと共にお伝えしていきます。小倉さん、森江さん、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。昨日はですね、SB クリエイティブさんのこと、そして編集者として小倉さんのことについて詳しくお聞きしたので、まだ、聞いていないですね、方はですね、昨日の放送をチェックしてみてください。で、本日はですね、小倉さんのご担当されている書籍についていろいろ聞いていきたいなと思います。では、ここからはですね、編集部の森江さんに進行バトンタッチします。森江さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず早速なんですけど、はい、これは新書で、小倉さん、会社史記号の達人が教える誰も知らない優良企業、こちらの方、内容についてお聞きしてもよろしいですか？はい。3月の初めに出た、ばかりの本なんですけど、今、ありがたいことに3刷りになってます。お、素晴らしい。うん。はい。著者の方が渡辺誠二さんという方で、この方、25年間、独自の方法で会社史記法全号をですね、一番最初のページから最後のページまで、こう、全部読破する。ことを25年やってきた、まさに会社史記法の達人とも言える人なんですけど、その25年間のこう熟読経験から編み出されてきた、史記法っていうとすごくこう数字ばっかりがずらずら並んでいて、難しそうに見える本だっていうふうに思ってる方きっと多いと思うんですが、そのいろいろこう載っている情報の中のたったここだけを見るだけで投資についてあんまり詳しくない方、また史記法について全然馴染みのない方でも簡単に、株価がこれから10倍とか100倍になるような優良企業を見つけることができますよというすごいやり方をですね、全てこの本でノウハウを集約しつつ、なおかつ、そのやり方で著者ご自身が、見つけ出した優良企業の紹介までしているという本です。ああ、なるほど。これはどちらかというと、その企業を焦点に当てるよりも、どちらかというと、会社史記号だから、基本的には株投資において、この会社買いだよみたいなことも言っちゃってるって感じですか？そうですね。はい。なるほどね。いや、そうですね。これちょっと興味深いので、お聞きしたいんですが、これ会社史記法って、基本、東洋経済さんじゃないですか。はい。あそことの調整って大変だったんじゃないですか？大丈夫でした？結構。あ、はい。もともと渡辺さんが、会社史記法オンラインという東洋経済さんがやっていらっしゃるサイトで、連載を持ってらっしゃるという、つながりもあるということで、渡辺さんを通じて、東洋経済さんの方へはお話を当初からさせていただいて、なんというか、こういう本を出すこと自体は、かなり、ウェルカムというか、どうぞという感じで、快く OK をしていただきました。あ、そうですか、そうですか。はい、いや、実は、偶然にも、うちも一回、僕担当じゃないんですけど、ございますね、渡辺さんで、そうなんですよ。出してて、なんか担当編集がかなり結構苦労してたっぽかったので、そうだったんですね。そう、なんか、引用するにも結構大変みたいな感じだったり、もしかしたらこれ意外と小倉さんもご苦労されたんじゃないかななんていうのを思ってたんですけど、意外とスムーズにいった感じに。確認とか、紙面の、会社史記法の紙面を、掲載したゲラの確認とかは、いくつかプロセスがあったんですけど、おそらくフォレストさんで、以前出された渡辺さんの本とか、何冊か渡辺さんご本出していらっしゃいますから、その経験の中で、先人の方が積み重ねてきたか、ノウハウというか、やり方にのっとって、やらせていただいたのかなっていう感じです。ああ、そうですか。これマニュアルみたいなのがありましたね。あ、そうですか。この時期にこれをやりましょうっていうのは渡辺さんからして、はい。あ、そうですか。これ、あれですか？結構もう、小倉さんはもう株とか興味あって結構ご自身でもやってる感じですか？それが全然やったことなかったんですよ。やったことなくて、はい。それがいいかも。なるほど。今日ご紹介させていただく2冊は両方ともお金に関する本なんですけど、はいはいはい、私も作らせていただきながら勉強したっていう。なるほど。でした。じゃあ、そういう意味では、いい意味で、あまりよく、知らないけどもっていうところの、読者視点というか、
そこが結構意外とうまくいってるのかもしれないですよね、またね。噛み砕いて分かりやすく。そういう感じの。読者視点かどうかは分かりませんけど、私みたいなと素人でも分かるような内容にはなっているかなと。なるほど、なるほど。そういう感じなんですね。これちょっとね、アマゾンとかで見ると、なんか6箇所を見るだけって、なんかすごいいい意味で限定されて、ここがポイントだ、みたいな。これがまあちょっと多分キラーコンテンツなんですけど、そのうちの一箇所だけ教えてもらえませんか？紙面がないとなかなかご説明が難しいかもしれないですね。そっかそっか。なるほど。渡辺さんがその会社四季報の、紙面を、いくつかの、ブロックを分類していまして、その中の、はいはいはい、6箇所を見ましょうっていう風な、なんで、なるほどね、今回ね、音声だけでお話をさせていただいているので、ちょっとすぐさ申し上げられないのが、心苦しいんですが。そうですね、もうそう知りたい人はもう本買うしかないですね、もうこうなったら、ね。ぜひぜひ。いや、そうですよね。そっかそっか。いや、あともう一つあれですよね。はい、小倉さんが興味深い、本、アメリカ高校生が学んでいる経済の教室っていう作品なんですけど、はい、これはなんかシリーズですよね。お金の本が売れてましたもんね。あ、はい。一つお金の教科書というのが、2年半ぐらい前かに、はい、出させていただいていて、同じコンセプトで編んだ、姉妹作みたいなものですね。で、もう4月になってしまったんですけど、今年の4月、今月からですね、日本でも高校の、家庭科の授業の中で、投資について学ぶ、ことが今年からスタートする。まあ、投資元年と言える年だと思うんですが、実はこう、欧米にこう目を向けるとですね、日本よりも随分先に、アメリカでは、高校時代からですね、こういうお金の基本について学ぶ授業っていうのが実際行われているようで、うん、この、今日ご紹介させていただく、アメリカの高校生が学んでいる経済の教室も、その一つ前のお金の教科書の方も、両方とも実際にアメリカの高校で、授業で使われていた一冊なんです。なるほどね。これはでもあれですよね。今、いわゆる金融教育という部分において、その金融リテラシー的なところっていうのが、それこそやっぱり日本より全然アメリカの方がすごいってね、もうずっと言われてますけど、やっぱそのあたりをね、いい意味でこっちに持ってきてるっていう感じで、これはもうあれですか？両方ともお金の時も経済の時も、はい。これは翻訳本になるんですよね。翻訳書です。翻訳書なんですよね。そうです。これも、翻訳書はなんか結構あれですか？意外と積極的に取り入ってる感じですか？そうですね。はい、取りに行っています。結構なんか、最近の趣味の一つとして、自分で原書を探してくるというのがありまして、なるほど。この一冊も自分で探してきたものなんです。あ、そうですか。じゃあかなり、じゃあそういった部分で結構海外のアメリカのそのアマゾンとかもチェックしたりとか。ああ、そうですね。はい。なるほどね。いや、でも、いいご本ですね。これもう結構、こう、現地から、まあ、英語だとは思うんですけど、英語も結構意外とスラスラ小倉さんは読めちゃう感じなの。それが全然私英語力ないんですよ。そうです。最近は、Google 翻訳さん等々、AI の力を借りてですね。確かに、あそこの力はね、確かに借りざる得ない感じにも、いや、借りても結構意外と信用できるというね。そうなんです。結構ね、精度も上がってきてると思うので、確かに確かに。そういうことなんですね。ここの本の中で、まあいろいろね、そういう意味で、あれですけど、これお金の本結構売れたじゃないですか。どのぐらい売れたんですか、あれ。一作目の方は。今、15万部ぐらいでしょうか。素晴らしい。15万部。もうこれ経済の方も結構いい感じで動いてる感じですか。二作目の方も。今年の2月に出たんですけども。はいはい。削りかな。はい。ああ、素晴らしい、素晴らしい。いや、さすがですね。なるほど。これでなんか、これ編集してて、一番苦労したことってなんかありますか？苦労は、
アメリカならではの日本の読者にこう再現性のないアメリカの制度を持っている内容だ、はい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 、アメリカではそうだけどそれをそのまま日本に持ってこれないような内容も原書には含まれているんですよ、うん、でそれをなんかどれぐらい残してどれぐらい削るかっていうのが使ったところですね。なんか結構そのアメリカっぽさみたいなのを伝える上である程度あるのは良さそうなんですけど、それがまあ多すぎてしまうとその自分が買っても役に立たない本だというふうに思われてしまうかねないので、そこでバランスというか、うん、いや、そうなんでしょうね。まあ、翻訳書あるあるですけど、特にこういうお金とか経済とか、社会システムのそのルールというか、ものがちょっと制度が違う場合に、どうしようかってめちゃめちゃ迷うのが翻訳書の、あれですよね。そうですね。全部削除してしまおうっていう、まあ、選択肢ももちろんあると思うんですけど、はい。それを多分しないといけない。テーマと、ある程度、その現地の香りを残した方がいいテーマって、ちょっと私もちょっと、そんなにたくさん翻訳書をやらせていただいてるわけじゃないですけど、なんか、少ない経験の中で思ったのはそれですかね。お金に関しては多少残ってる方がいいのかなという気がしました。なるほどね。いや、そうなんでしょうね。翻訳書の難しいところってやっぱそこですよね。だから、うちも、僕自身も、例えば翻訳書で、自己啓発の、翻訳書とかっていうのもやったことあるんですけど、あまりにも、その、なんていうの、もう文化が違う場合って、やっぱ一番ベースが違うので、うん、そこをどうしようかなとか、結構やっぱり考えたりとか、翻訳者の意見をもらったり、いう形のそのさじ加減ってなかなか翻訳書ならではの難しさってありますよね。うん、ありますよね。なるほどね。いやいや、まあこれもね、本当にすごい売れてるということなんで、まあこれからの、4月から始まりますから、金融教育がね、本格的に楽しみですね。またなんか、これを機に、先行事例のアメリカの高校生、どんな本を読んで勉強してきたのかなっていうふうに思っていただける方が増えるといいなと願ってます。いや、本当そうですよね。いや、本当に、ありがとうございます。そんな感じですかね。すずさん、そんな感じなんですが、なんかありますか、ご意見は。そうですね。なんか、まあ、両方とも、すごい面白そうなので、特にその株の会社指標の方は、ちょっと、中身を覗いてみたいなっていうのは思いました。そうですよね。6つのポイントってどこなんだっていうね。はい。うん。またあれですね。そのアメリカの高校生が学んでいるっていうのは、まあ、同じ子供を持つ立場のものなので、ちょっとこのものを参考に読みたいなっていうのはすごい思いましたね。はい。ありがとうございます。はい。ということで、まあ、この2冊なんですけれども、今回またこのチャプターにですね、URL のリンクを貼っておきますので、ぜひ気になる方はですね、見ていただいて、まあ、もちろん買っていただいていただければと思います。で、最後にですね、小倉さんの方からリスナーの皆さんに一言、なんかメッセージをいただければなと思うんですけれども、よろしくお願いします。そうですね。私、今、新書を中心に担当させていただいているっていう話は冒頭でもさせていただいたんですけど、うちでやっている新書が SB 新書っていう名前のレベルでして、15年ぐらいやってきたんですけど、今年の1月に見た目とあと企画のコンセプトをリニューアルをしました。ちょっとバーチャル背景なのであれなんですけど、見えます見えます、うんうん、はい、はい、で、リニューアルの、骨子っていうのが、新書の枠にとらわれない、単行本的な自由度で企画を発想したいっていうことと、あと、新書って結構、年齢層高めの方たちが、主なお客さんっていうふうに思われている書籍なんですけど、意外と、うちで、ロングセラーになっている本たちっていうのが、もうちょっと若い世代、40代ぐらいの、現役世代の方が中心に買った本が多くて、それは他の新書のレベルさんにはないうちならではの得意なところなので、ならばその得意なところだけやっていくようにしたらいいんじゃないかっていうふうな狙いでやっております。本屋さんの店頭で
リニューアル後の1月以降に出た新書たちの、表紙のデザインとかも見ていただけると思うんですけど、見た目があまり新書的ではないでして、著者の写真を、カバー全体にあしらったりですとか、新書って結構、カバーデザインは一つの、フォーマットがあって、帯のデザインが書籍ごとに違うみたいな、ところが多いんですけど、そこは、全くとらわれずにですね、自由に表一を作るっていう風なところで、目立つように、店頭で目に留めていただけるようにっていうのを心がけてやっております。ぜひちょっと本屋さんに次、足を運ばれたら、実際に店頭で見ていただけたらなと思います。いや、素晴らしいですね。はい。はい、ありがとうございます。ということでですね、今回はですね、SBクリエイティブの小倉さんにいろいろとお話を聞いてきました。小倉さん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい。ありがとうございました。ということで皆さん、ぜひですね、この今日の2冊を含めて、それ以外の、SB クリエイティブさんの方の、新書ですね、リニューアルされたということなので、ぜひ書店でですね、チェックしていただければと思います。はい。ということで、本日は、小倉さん、森さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組では編集者や著者が本作りの裏側や最新のビジネス情報などリスナーの皆さんにとって役立つ情報をお届けします。ぜひフォローしてください。また次回もお楽しみに。フォレスト出版チャンネル知恵の木を植えるラジオをお聞きいただきましてありがとうございます。音声プラットフォームボイシーでは平日毎日新しい放送を公開しています。ぜひボイシーのフォレスト出版チャンネル知恵の木を植えるラジオをチェックしてください。